スーパーバトルオブミギインジェクションスプリントエボ。はい、了解です。はい、どうぞ。5秒前ボードが提示をされた。さあ待ったなしの勝負。さあただいまスタートです。ブラッカードーンスタート。第1コーナーのホールショットを目がけて、次世代スーパーバトルオブミギの次世代89番ガレージカメラ優也がホールショット第1コーナーを取りました。さあ前者がきれいに第1コーナーを通過です。さあ三つどもえのデルタアタック状態、高速エズリコーナー、ゆうやが現在リーダー。さあ第一ヤピン3台だ。999番も来たぞ。浜野がこれ2番手だが、おっとラインをはらましてしまった。第一ヤピン一時は2番手に浮上した浜野がここは3番手にドロップ、そして4番手に今飲み込まれた。ダンロップで4番手5番手6番手に交代。浜野がミス。 80R です。さあ浜野が後続集団に飲まれていきます。ワンミスが命取り。トップ集団は第2ヘアピンです。さあ89番のガレージ神谷優也がリード。おっと第2ヘアピンでホワイトのマシンがスピン。さあそして 80R か、アジアコーナーで1台がストップしているぞ。さあオープニングラップ波乱含みなこの周回となりました。さあインジェクションスプリントエモ、まずはオープニングラップを取ったのは89番の神谷優也、そしてジーン・ハヤトの2番手。第1コーナートレースラインで進入をしていきます。ジーン・ハヤトが2番手です。そしてトップの神谷優也との差が、さあ一車審査となっています。高速 SG。 さあ第1ヤピンインサイドブロック。さあここはジーン・ハヤト、おっと1ヘアピンの立ち上がりでサイドロックアウト側にジーン・ハヤト。おっとここはクロスラインを狙うかダンロップ。さあ 80R に行きます。神谷 VS ジーン・ハヤト大接近中。2ヘアの面白いぞこれは。さあ2ヘアも面白いぞ。8周回ということでどこで仕掛けてくるか。さあタイヤの老婦が極めて極小であるということはオープニングから仕掛けていこうというところでしょうか。さあ情報によると現在3番手には交代した999番の浜野、4番手にはマッターマン SP クラスのリーダーマッターマンが4番手、桜井優吾が5番手、クルトンが6番手であります。さあ2周目を終えて3周回目。さあトップリーダーは神谷優也、そして第1コーナー、さあアウトミドルを使っていく。ここはアウトへと膨らましてジン・ハヤトグリーンのマシンを牽制する第1コーナー。さあ神谷はこれはマシンを温存しているのか。何やらピックアップのいい3号車グリーンのジン・ハヤト、おっと第1ヤピンでスピン。サイドに流れてしまった神谷優也2番手に交代。さあすかさず再スタートをしている。その差が3メーター4メーターというところか。いやーこれは危機一髪神谷優也です。トップの神谷にヒューマンエラー発生です。さあ神谷が第1エアピンで横滑り状況でありました。トップが入れ替わりジン・ハヤト、2番手には神谷優也、3番手は999番林タイヤの浜野、マッターマンはその3番手の浜野も2秒後方から追います。壊れない安心オートマーキャメルオート、最強の右回の最強の AT と言っても過言ではないでしょう。さあコントロールラインには3周を終えて4周回目。さあここでジン・ハヤトがリーダー神谷優也第1コーナー。さあここはインサイドをブロックをするのがトップのジン・ハヤトだ。0コンマ3秒のこの好バトルトップ争いのジン・ハヤト VS 神谷。さあ第1ヤピンだ。さあここはトラウマになってなければよいが、さあ後方からの2番手神谷優也、さあ少し若さが出たか。さあここから若さを利用して追い上げを期待したい。そして3番手には浜野、さらにですねマッターマンの SP クラスのライバル最強のライバル桜井優吾が4番手に浮上。マッターマンが追い越された。しかし1秒という大デッドヒートの4番手争い。
インジェクションスプリントクラスのまさにこれは、おおお、第1ヘアピンで1台がイン側ストップをしているぞ。なんと1台がコース上ストップだ。全くピクリともしません。さあ25か25号車ポール佐藤秀樹か。さあ再スタートをしていきましたが、いやー若干電気系に抱えたか。レースの方は折り返し地点の5ラップ目と入ります。トップは神谷雄也。さあ神谷雄也はここでトップに浮上、しかし0コンマ5秒というダイレクトヒート。そして2番手には陣隼人エスプリー、3番手には浜野、4番手にはスプリントクラスのシリーズ優勝を目指したい桜井、マッターマン負けられない5番手、グルトン6番手であります。さあそして石子が軒並み8番手まで浮上、大塚博明も今7番手に浮上をしています。さあこの辺りも約5秒圏内の7番手争いが面白いです。さあレースの方は5周目と入っています。トップは神谷雄也と再び変わります。さてトップ陣営は今セクター2、おっとバックマーガーが到来するならか。バックストレッチからセクター3最終コーナーへと入る、その写真約10メートルという神谷 VS 陣隼人、5周を消化して6周目と入ります。仕掛けどころはここか。さあその差はブレーキでは詰めれないというところを89番の神谷、そして1コーナーターンインでじりじりと3号車陣隼人がその差を詰めた。高速 SG 第1エアピンブレーキング仕掛けるか。さあインサイドロックオン、ロックオン、インサイドに陣隼人、アウトサイドに神谷。さあ立ち上がりで神谷が、雄也がギリギリ出たダンロップ。さあこれ陣隼人狙ってましたね、ここ狙ってましたよ、1部屋の立ち上がりクロスライン狙ってましたね。そして2番手グループは 80R 等間隔ですね、少し差が開きつつあります。さあ2番手グループには3番手に浜野、4番手にはスプリントのリーダーを取りたい桜井優吾、そしてマッターマン5番手、グルトン6番手変わりませんね。そして後続が10番手争い、佐藤秀樹 VS 飯原がここは10番手の大デッドヒート中であります。さあ6周を終えて残り周回2周だ。さあトップは1コーナー神谷雄也、陣隼人。さあ1コーナーを立ち上がり高速 SG、 さあ右へ左へ牽制1ヘアピン。さあここはブロックライン、おっとインサイドロックオン、再び仕掛けた仕掛けた、横並び横並び。さあ立ち上がりで神谷がここは辛くも逃げていくダンロップ。いやこれはしびれる展開、陣隼人ここですね、ここを狙っています。横に入って前に出ていきたい。さあトップ陣営は神谷陣隼人変わらず第2ヘアピンだ。さて第2ヘアピンを通過、約5メートルのギャップ、そしてマッターマンが 80R でさあサイドロックオン。さあバックマーカーを捉えていきました。さあそして1コーナーではどうか、佐藤秀樹 VS 八代剛。さあここでポジションが入れ替わりました。さあ残り周回が1周、ファイナルラップインです。トップはエボクラスの神谷雄也、陣隼人、その差が0コンマ4秒。さあコース上で決め、さあそうなるとファイナルラップインをしているこの中、バックマーカーが前方にいる、異なるクラスの車両がいよいよ第1ヘアピンです。さあ第1ヘアピンディフェンスラインで神谷雄也、さあここはディフェンスライン、これはきついか、陣隼人後方グリーンのマシンです。ダンロップコーナー、さあバックマーカーが目の前というところ、ここは最後のチャンスでしょうか。 80R でバックマーカーが、さあこれを処理できるか、おお神谷雄也スピードが伸びない、バックマーカーによってトップスピードが伸びない、そして第2ヘアピン陣隼人ラストチャンスだ。さあ陣隼人このチャンスをうまく使えませんでした。さあこれはどうでしょうか。
最後はセクター3のみです。バックストレッチ、ここでこのコーナーで勝負がつきます。さあ皆様お出迎えください。インジェクションスプリントエボ決勝、いよいよゴーチェッカーの瞬間。さあ勝利を確信した優勝はガレージ神谷、神谷優也、おめでとう。そして2位、見事な戦い、3号車エスプリチン隼人。そして第3位はレッドの999番、林ダイヤレーシング浜野選手、おめでとう。そして4位が今チェッカーを切る。さあスプリントのポジションがシリーズが変わるか、桜井優吾が4位フィニッシュ。マッターマン桜井に一歩及びませんでした。第5位チェッカーです。そして6位にはグルトン SPR ミニが無事チェッカー。そして22号車今戻りました。さあこの辺りも非常に大接近戦でであります。さあ後続集団もまだまだレースを続けております。各ポイントでの勝負が続けられています。サンワトレーディングプレゼンツスーパーバトルオンミニ第4戦インジェクションスプリントエボ決勝、続々とゴーチェッカーを置きます。さあそれでは再び紹介をしましょう。優勝はエボプラス89号車のガレージ神谷、神谷優也選手。第2位は3号車陣隼人選手。第3位は999番林タイヤレーシングミニ浜野選手。